リベーン。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 漫画ドカベンダイジェスト。こんにちは、ザボでございます。リーベン漫画ドカベンダイジェストの時間でございます。皆さん大変ご無沙汰しております。はい、1ヶ月ちょっとぶりの収録となります。申し訳ございませんでした。家族とのお出かけ、それか図書館で先にこのドカベンのを借りられてるといったトラブルが続きまして、やっと草収録の運びとなりました。お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。シャープ20となる今回は明君対土佐丸高校の一戦、2年生選抜の甲子園大会の決勝戦となります。今回の資料が非常に膨大なものになりましたので、前編と後半、後編、前編と後編に分けての収録となります。一つよろしくお願いします。ではいつものスターティングラインナップのご紹介でございます。先行は土佐丸です。1番サード陣代、2番セカンド天竜、3番ファースト犬飼武蔵、4番センター犬王、5番ショート野良、6番レフトステア、7番キャッチャー犬塚、8番ライト小田、9番ファースト木場野といったスターティングラインナップです。対して高校の名君、1番サード岩木、2番セカンド殿間、3番センター山岡、4番キャッチャー山田、5番レフト微笑み、6番ショート石毛、7番ファースト中根、8番ライト北、9番ピッチャー里中というスターティングラインナップ。今回の注目選手はなんといっても土佐丸の秘密兵器犬神亮。スターティングラインナップには名前は出ておりませんが、途中からの出場となります。大変不敵なキャラクターで不吉な雰囲気はムンムンでございます。またメイクのサイドは熱湯が続くエース里中、利き手の親指の突き指、これがどうなりますでしょうか。さてといったところでプレイボールとなります。1回表、1番の陣代が右バッターボックスへ立ちます。ここまでしていた眼帯を投げ捨てます。これを皮切りに土佐丸ベンチの全員が眼帯を外します。あの選手を除いて、はい。さて注目の初球です。突き指の里中、ハーフスピードのストレート。ここまで数週間ずっと眼帯をしてきた陣代はボールが大きく見えると、フルスイング。打球は三遊間を破るレフト前ヒット。これ失礼いたします。眼帯作戦は里中の七色の変化球対策であることをドヤ顔で語る土佐丸の監督犬飼幸次郎。こんなシーンがありました。2番天理も簡単にセンター前ヒット。ノーアウトランナー一塁二塁で3番の主砲竹蔵登場です。初球里中の希望でカーブを投じますが、このカーブが曲がりきりません。竹蔵フルスイング一戦、レフトスタンドに先制のスリーランホームランを放つことになります。1回表終了時点で土佐丸3点リードといった形になります。この裏、1回裏ですね、2番トノマ、3番山岡、フォアボールで、出塁しております。立ち上がりに失敗してしまった土佐丸のエース竹蔵と言えるでしょう。ワンアウトランナー一塁二塁で打者はドカベン山田。動体視力トレーニングの恩恵があります。大阪の環状線でね、何でしょうね、駅名をこう読むみたいな、そんなトレーニングシーンがあったりとか、あるいはずっと五円玉の穴を見続けるそんなシーンがありましたね。その恩恵で、竹蔵のストレート握りを確認し強振します。弾丸ライナーが宇宙間スタンドに飛び込みまして、同点に追いつくスリーランホームランを放ちまして、1回裏終了時点で明君早くも同点に追いつきます。3対3の同点となってございます。2回裏明君の攻撃、早くも2アウトでバッター里中。土佐丸監督の犬飼小次郎は先発竹蔵に2ストライクを取った直後にど真ん中にキャッチボール投法で投げろといったサインを送ります。竹蔵はサイン通りにしぶしぶそれを投げ込みますが、里中は悔しくも見送りの三振をしてしまいます。これで小次郎監督、
里中の月日が感知していないことを確信いたします。2回裏終了時点3対3は変わりません。月指がバレたことを確信した山田はそれを逆手に取るリードを展開していきます。投球のテンポ、緩急、コースをうまく散らして打たせて取るピッチングを演出していきます。打者は主砲の竹蔵、山田怪我の里中に無理やり悟るボールを指示します。竹蔵の頭にはしっかり里中怪我という情報が入っています。変化球との判断でも変化球はないそのつもりで強振していきますが、やはり変化球、サトルボールシンカーです。はい、打球はボテボテのピッチャーゴロといった結果になりまして、里中は怪我をしていないぞと山田に騙されたというような意識が土佐丸ベンチに蔓延していきます。山田の見事なリードと言えると思います。3回表終了時点で3対3の同点でございます。3回裏、先頭岩木、ど真ん中の球をたまたまバットの先端に引っ掛けてセンター前ヒット。メイ君の中根がベンチでひだ出会い頭と命名してベンチが笑いに包まれますが、怪我を隠し続ける里中、平常心が保てません。ちゃんと真面目にやらんかとベンチのチームメイトに怒るわけですね。里中様子がおかしいと言えるような感じです。ネクストバッターの殿間、この打球がマウンドで大きく跳ね上がります。長身の竹蔵、見事な捕球でセカンド送球。ランナー、岩木はスパイクで、セカンドの送球を邪魔しようとしますが、セカンドの天竜、岩木のスパイクの裏を踏みまして、ジャンピングスローを決めます。1-4-3 のゲッツーが完成となりまして、殺人野球はトソマルの1000倍特許だぜと、ドヤ顔の竹蔵、こんなシーンもありました。2アドランナーなしで山岡、流し打ちでレフト前ヒット。そして山田の登場です。山田は初球のシュートを見極めてフルスイング、思い切り引っ張った打球はライトポール際へ、これがギリギリ切れてファールとなってしまいます。このファールをきっかけについに登場、ピッチャー赤眼左腕犬神亮です。マウンド上でヒヒヒヒヒと不気味な笑い声を発しております。竹蔵はマウンドからライトへ、ポジションチェンジとなります。左腕犬神、投球練習終了後、アンダーシャツの左腕の箇所をですね、思いっきりこう伸ばし、ましてね、さあ、ゲームスタートといった感じになります。ボールの出所を見せにくい、そんなような準備をするといった形になってますね。うん。注目の第1球、犬神は抜けたストレートを山田の顔面付近に投じ、山田をのけぞらせます。帽子を脱いで謝りますが、これは芝居でございます。はい、2球目、大きなカーブ、体付近からゾーンに入ってくるカーブでストライク、カウント1ボール2ストライクとなります。犬神3球目、そうなんです。そうか、だから竹蔵が投げてファールを打ったのをきっかけにしたから、犬神は3球目ですけど、カウントは1ボール2ストライクなんです。はい、はい、ということで、腕を大きく伸ばして投じたストレート、変化球投手で速いボールがないと決めつけていた山田、空振りの三振をしてしまいます。長いアンダーウェアから腕を伸ばして投げ込んだので、犬神の腕が伸びたような錯覚をした山田でした。山田、この犬神の術中にどんどんハマっていく形になります。3回裏終了後時点で土佐丸は3点、明君3点の同点です。4回表マウンドに登る昇進の里中、スタンドの応援団は歌で里中の心を盛り上げようとします。この回から山田、里中のバッテリーの息が合わなくなってきます。先頭バッターがセンター前ヒットでノーアウトランナー1塁、次のバッター犬王もピッチャー強襲でセンター前ヒット、ノーアウトランナー1塁2塁、ここでどそ丸ベンチ、監督小次郎からサインが送られます。山田これをエンドランと呼びます。山田ホームからベースを中心の交響曲ナンバー4と叫びます。殿間はこの掛け声に一旦こけますが、ハッとひらめきます。里中投球と同時に2人のランナーがスタートしました。ハーフスピードのストレートを打者が強振、ピッチャー返し、殿間は里中に取るなと指示をします。殿間ライナーの打球をキャッチしワンアウト、ベースを踏んでツーアウト、一塁転送、一塁中根キャッチして一塁ベースタッチ、これが間に合いトリプルプレー達成と、ベースを中心の公共曲ナンバー4がバシッと決まった瞬間でした。
ベンチにいた犬神、市川市から勝負に出た山田を改めて評価するといったシーンがございました。4回表終了時点で3対3は変わりません。攻守交代。背番号10犬神はライトへ回ります。犬神はワンポイントの山田殺しであることを確認します。その頃ベンチの里中は突き指に加え右肘に違和感を覚えるといったような悲壮なシーンでございます。明君下位打線、竹蔵が打てません。2アウトで2ストライクの7番中根の時に途中から犬神がライトから帰ってきます。あのもじゃもじゃには打てるかいっつってね、帰ってくるんですよね。中根あえなく三振。味方の岩城からも罵られて、しまうかわいそうな中根です。ベンチを飛び出す里中に星を信じるんだと声をかける名君土井垣監督。里中はサトルボールが投げたいというふうに気持ちがになってるんですけども、山田は投げさせたくないといった形で相変わらずバッテリーの息は合っておりません。レフト微笑みのファインプレーでワンアウト取れましたが、内野陣がマウンドへ、おい山田捕手変われと、トドマが激を飛ばします。バッターは犬神、ファール2球で2ノーストライク2ボールと追い込みます。やっとサトルボールのサインが出ます。犬神は腕を伸ばしきって、三塁前にセーフティーバント、体を目いっぱい伸ばして捕球の構えの名君中根、走塁時に犬神足を引っ掛けてこの中根をこかせます。うん。で捕球できずにボールはファールゾーン。名君ベンチは守備妨害を主張しますが不可抗力とみなされまして、犬神は二塁に行きますといった形になりまして、名君ベンチは里中の動揺を受け、ベンチの今川をブルペンへやります。今川は急ピッチで肩を作ります。これを受け里中は気合を入れ直します。このタイミングで里中が投げたがってきたサトルボールのサインを山田が出します。3球サトルボールを続けて三振、ツーアウトが取れました。ここで二塁ランナーの犬神に盗塁のサインがベンチから出ます。犬神盗塁で三塁に滑り込みます。殺人スライディングでいわきは流血、激怒のいわきを里中必死に止めます。結局盗塁成功で2アウト3塁となります。里中が投じたサトルボールがワンバウンド、山田が逸らしてしまいます。3塁ランナー犬神が本塁突入、山田ホームカバーの里中にボールを投げましてクロスプレー、里中はボールをこぼしてしまいます。犬神はベースをタッチしていません。再度タッチプレーに挑もうとしますが、なぜかベース付近にボールが5個も転がっています。なぜでしょうかといったところで、今回は長編のお話になりました。前編と後編に分けたいと思っております。続きは後編ということで、一つよろしくお願いします。はい、ということで次回、2年春の選抜決勝の名君対土佐丸高校の戦いの後編は、来週の日曜日3月の27日ですかの日曜日にアップしたいと思いますので、ぜひご期待してお待ちいただけたらかように思います。はい、ということで1ヶ月ぶりの D 弁漫画とか弁ダイジェスト、この辺にしたいかなというふうに思います。はい、お聞きいただきましたのは明君高校対土佐丸高校選抜2年生春の決勝戦の模様前編でございました。お相手はザボでした。ありがとうございました。D 弁漫画ドカ弁ダイジェストは毎月第1、第3日曜日の配信の予定になっております。また次回をぜひお楽しみになさってください。
はい、あと私ザボ D 弁の他にポッドキャスト番組ベースボールカフェキャンチューステスタンド FM 番組ザボのフリースインガーラジオトーク版のポッドキャスト番組ミドル巨人くんノートザボの多分多分スポティファイ限定で配信中大人でおしゃれな音楽番組をやってみたいのだが音だがなど配信番組多数ございます。ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。あとハッシュタグザボとつけてツイートくださいます。後ほどエゴサもいたします。何卒よろしくお願いします。ではまた次回です。